はい、皆さんこんにちは、吉田のりまさです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録者2000何人か、今、超えております。ありがたいことでございます。はい、チャンネル登録まだの方はですね、パソコンでご覧の方はこの下の画面の下の方にですね、チャンネル登録のボタンございます。YouTube 結構ね、なんていうの、デザインが結構変わったりすることもございますのでね、今下でございますね。そして、タブレット、スマートフォンなどでご覧になっている方はこちらの方にねございますので、タップしていただいて登録していただければ嬉しいかなと思います。よろしくお願いいたします。はい、今日ご紹介するのはこちらですね。マシン、はい、セブン&アイプレミアムいちごサイダーでございますね。セブン&アイプレミアムってことは伊藤洋華堂さんとかでも売ってるんでしょうかね。ちょっとわかりませんけど、多分売ってるかなと思います。近くにね洋華堂がないんでね、はい、田舎だもんですからね。Nothing。 はい、セブンイレブンで購入いたしました。98円ですね。セブン&アイの、要するに、まあ、オリジナルプライベートブランドの商品だということでね、金額安いというね形だと思います。開けてみたいと思います。強めの炭酸で後味すっきり。なるほど、これね、強めの炭酸怖いよね。なんか爆発するようにポンって。あ、大丈夫ね。あ、すっげえ、もうすでに香りがすごい。いちごの香りがすごいですね。いただきます。うん、そのまんまですね。炭酸の、あ、強めの炭酸で後味すっきりですね。まあ、強め感あんまりどうかってあんまり感じないけども、後味すっきりだよね。確かに僕の勘だと、その果肉というか、その何、果汁っていうんですかね、このいちごの味が強めにしといて砂糖が少ないんだと思うよ、多分。だからスッキリだと思う、多分。まあ、ここにはね、まあ砂糖何グラムと思うんで、もちろん書いてないんでね、わかんないですけども、カロリーが、100ミリで34だから、こう150ですよね。だからちょっと少なめですよね、そのカロリー的に。ということは砂糖がやっぱ少ないんだと思います。だからスッキリなんだと思います、おそらく。メイビー。うん。いちごアイスの味がする。いちごのアイスバーの味がするな。ちょっと喋りすぎちゃいましたね。はい。ありがとうございました。ということで、今日ご紹介したセブン&アイプレミアムのいちごサイダーでございました。98円でございます。はい。ありがとうございます。